ニーカップ駅は、北海道ニーカップ郡ニーカップ町ざ本町にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は2府。1986年10月まで運行されていた、急行、エリモの停車駅であった。ニーカップ町の代表駅であった。1978年のニーカップ駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、静内方面。 セップ駅と全く同じく、島式ホーム一面二線のうち、駅舎側は、静ない方が撤去されて、駅舎手前までが残されている。貨物ホームへの引っ込み線も撤去されている。当線利用が廃止になっているが、駅裏のヤードに木材が望みされている状況も、似ている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、地名は、 アイヌ語のニカプに由来する。当地付近にお表玉が繁茂していたことからついた。旧駅名の高江は当時の地名より、付近の丘に水の溜まる場所があり、坂の台の高い皿に似ているので、高江となったとされている。島式ホーム片面仕様の一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の南側に存在した。電鉄機を持たない。 公船駅となっていた。かつては、島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も、苫小牧方の点鉄機と、校内踏切手前までのレールが維持された状態で、側線として残っていた4月時点では、点鉄機の先、ホームに至る間の部分に車止めが設置されていたが、 1993年3月までには撤去された。電鉄機の形状は片開き分岐であった。静内駅が管理していた無人駅だった。有人駅時代の駅舎は改築され、出会いと憩いのセンターと名付けられた町の施設となっている。駅舎は正面に丸い列柱が印象的なポーチを備え、内装の壁及びベンチ、ゴミ箱などが木製でコーディネートされている。 駅舎内にバリアフリーのトイレを有した。また町の特産品展示コーナー、観光案内図がある。旧駅舎部分は踏切となり、駅前商店街と国道を結ぶ道路となっている。1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。